皆さん、こんにちは。サブちゃんの愛称で親しまれているベテラン演歌歌手、北島三郎さんと元暴力団幹部の親しい付き合いが裁判で明らかにされました。歌手としての資格を失う可能性があることを2018年3月29日発売の週刊誌、週刊新潮が報じています。北島三郎さんと暴力団関係者の交際が明らかになった裁判というのは、東京都内の金融業者が2016年に起こした8000万円の求償債権を請求する訴訟とのことです。求償債権というは、他人の債務を弁済した者がその他人に対して債務の弁済額の返還を求める権利のことを言います。この権利を主張する金融業者が北島三郎さんに対して8000万円の支払いを求め裁判を起こしたわけなのですが、このトラブルは今から15年以上前に建設された北海道函館市にある北島三郎記念館が大きく関係しているといいます。週刊新潮によると、函館市の市政施行80周年記念事業の一つとして、北海道出身である北島三郎さんの記念館を建設することが決まり、この建物は北島三郎さんと親しく付き合っていた大阪の製造小売業者エクセルヒューマンが建設主になっていたそうです。訴状や原告の主張によると、エクセルヒューマンは建設にあたって銀行から23億円の融資を受けたそうなのですが、融資を受ける際にブローカーの仲介があり、融資が実現した場合にはブローカーに対して融資額の 5% を手数料として支払うという約定書を交わしたとのことです。しかし、手数料の支払いが行われなかったことにブローカーが激怒し、まずは山口組系の暴力団関係者に相談したそうです。その暴力団関係者は北島三郎さんの名前を冠した記念館が絡んでいることから、北島三郎さんと旧知の間柄だったという山口組系の暴力団幹部に話を持ち込み、手数料の支払いを促そうとしたそうです。それを知った北島三郎さんは、手数料の支払い交渉をその暴力団幹部に委任し、1億円の手数料は自らが払うと約束したといいます。7年前にその一部である2000万円を支払ったそうなのですが、まだ8000万円が支払われていないと原告側が主張しています。一方、北島三郎さんと旧知の仲だったという山口組系暴力団幹部は、数年前に現役を引退しているそうなのですが、その元暴力団幹部 A 氏はこれまで何度も相手側の暴力団関係者から返済を迫られ、2000万円を返済した直後に原告の男性に相談し、男性から8000万円を借り入れ、それを相手側に支払ったというのです。そしてこの8000万円を肩代わりした男性に対し、お金が返済されていないことから裁判を起こしました。この裁判で最も注目されたのは金銭トラブルではなく、北島三郎さんと元暴力団幹部 A 氏の深いつながりだと週刊新潮は伝えています。この A 氏は原告側に協力する形でしばしば登場しているそうです。裁判に提出された陳述書などによると、1964年夏に大阪で行われた北島三郎さんのショー終了後に、料亭で行われた打ち上げの席で親分衆たちが見守る中、北島三郎さんと A 氏が兄弟分の杯を交わし、これをテーマにして作られたのが1965年3月に発表した代表作「兄弟仁義」だったなどと主張しているとのことです。ちなみに「兄弟仁義」を主題歌として1966年には映画化もされており、北島三郎さん主演でヒットを記録した任侠映画の傑作と言われています。 A 氏の主張によると、この時に交わした契りの内容は、終生何があってもお互いに助け合い、心労の限りを尽くし合おうというものでした。具体的には次のような内容だったそうです。北島の芸能活動を裏面から補助し、ヤクザを含めて北島の活動を妨げる者が現れた場合には、命がけでこれを裏面から徹底的に排除する。兄弟分となったことが世間に知られると北島の芸能活動に支障が出るので、私はあくまで黒子に徹する。その代わり北島は私の生涯を通じて生活の面倒を見るものとし、私のなす経済活動については
必要に応じて協力するといった契りを交わしていることが陳述書で明らかにされているそうです。さらにこれまで北島三郎さんの窮地を救ったエピソードも明らかにされています。北島三郎さんがデビュー以来所属の新鋭プロダクションから独立するため、当時社長の西川幸雄さんに独立したいと頼んだといいます。その後北島三郎さんの弟が監禁されるという事件が発生し、この時に A 氏は命がけで弟を助けたといいます。一方で北島三郎さんが A 氏を助けたこともありました。1967年に A 氏が逮捕され名古屋刑務所に服役し、仮出所後の1974年から約1年は当時東京中野にあった北島三郎さんの自宅で生活していたと告白しています。A 氏の主張によれば北島三郎さんとは50年以上前からこうした深い関係にあるといいます。現在争っている金銭トラブルに関しても北島三郎さんを守るためにしたもので、 A 氏の上申書にも同じ山口組の兄弟が何としても抑えてくれ、スキャンダルは致命傷になるのでそれだけは回避するよう頼んでおくと私の手を取って懇願した。2011年5月2000万円を山口組のものに払い、残金8000万円は6月に原告から用立ててもらい、借用して山口組に払い解決しました。私は北島のケツ持ちとして山口組として敵対したが、ケツ持ちの立場責任とはその命を削ってでもそれを果たさなければいけないのですということが綴られているとのことです。 A 氏はこのように北島三郎さんとの関係を主張しているのですが、北島三郎さんの長男で芸能事務所北島音楽事務所の社長大野龍さんは A 氏の陳述に対してなぜか父を兄貴と一方的に慕っており、兄弟の契りを交わしたなどと主張していますが、そのような事実はありませんときっぱりと関係を否定しています。さらに父が A 氏に対して何か依頼をするまたはその見返りとしての金銭を支払うなどの合意をしたことは一度もありませんとし、二人に面識があることは認めながらも親密な交際は否定しています。しかしながら双方の間で金銭のやり取りが行われていたことが合意書などによって明らかになっているほか、 A 氏が北島三郎さん側に宛てた借用者が複数あり、数千万円単位のお金が不定期に支払われていたそうです。なお週刊新潮の取材に対して A 氏は北島三郎さんと50年以上の付き合いだと語り、2003年に北島音楽事務所が約4億円の所得隠しを国税局に指摘されて以降、自身に払うお金は不明金とならないように借用書を必ず入れることになったといい、北島さん側からは貸した形にはするけど返してくれなくていいからと言われていたという話も明かしています。これに対して北島音楽事務所の社長大野龍さんは、今回の裁判は完全な言いがかりで困惑しています。 A 氏はこれまで手を変え品を変え、いろいろな理由をつけて父に借金を申し込み、その度父は今度こそしっかりしてほしいとの思いで貸してきたのです。私は彼を暴力団関係者だとは知りませんでした。何か事業をやっている人というイメージで、今となってはじくじたる思いですと話しています。このように北島三郎さんと元暴力団関係者のつながりが明らかになった裁判は3月27日に判決が下され、原告の請求は棄却され、被告側の勝訴という形になっているのですが、原告はこの結果に納得しておらず、逃げ得は許せないから東京高裁に控訴しますと話しています。そして裁判で明らかになった黒い交際によって競走馬の馬主としての資格を失う可能性もあるとしており、北島三郎さんは所属事務所の法人大野商事名義で馬を数頭所有しているものの、日本中央競馬会の馬主登録審査基準では暴力団員と親交があると認められるもの、または過去に親交があったと認められ競馬の公正を害する恐れがあると認められるものについては馬主として適格ではないと認めると明記してあります。北島三郎さんが暴力団関係者と関係を持っているという話はかなり有名で、指定暴力団
稲川会と密接な関係にあると言われています。1984年に公開されたヤクザ映画修羅の群れは、稲川会の初代会長総裁である稲川清浄氏をモデルとした作品で、主題歌神奈川水滸伝を北島三郎さんが歌唱しており、同曲は稲川会の式辞ビデオなどで多用され、テーマソングという扱いをされています。1986年には稲川会の新年会に出席していたことが判明した結果、出場が決まっていた NHK 紅白歌合戦の出場を辞退するというトラブルもありました。また2014年に亡くなった北島三郎さんの弟で北島音楽事務所の常務取締役だった大野卓勝さんも、暴力団関係者とは顔なじみだということを自慢げに話していたことや、親分衆の後押しで今の北島三郎があるといった話をしていたという情報もあります。そのため北島三郎さんと暴力団関係者の関係が報じられたことに対して驚く声はほとんどなく、今更何を言ってるんだという反応が多く見受けられます。さて2018年、北島三郎の次男で元ミュージシャンの大野誠さんが東京調布市の自宅で遺体で発見された出来事がありました。死因は心不全だったといいます。51歳でした。北島三郎さんの歌う NHK E テレのアニメおじゃる丸のオープニング曲などを作詞作曲を手掛けました。この日夜、北島三郎さんは愛する息子の通夜で喪主を務めた後に東京都内で会見し、大事な我が子が先に旅立ってしまったと号泣したといいます。そんな日本が誇る演歌界のレジェンド北島三郎さんが就活に励んでいるといいます。取り組みの一つが、北島さんがホストを務める BS テレ東の音楽番組サブちゃんと歌仲間の終了だとしています。平成8年から27年も続いた長寿番組で、最終回は2023年3月25日でした。北島三郎さんの若手の歌手が歌える場をという意向をコンセプトに据え、放送は通算1377回、出演した歌手は延べ6000組に達するといいます。北島三郎さんは2022年芸能生活60周年を迎えました。年齢的な問題もあり、自分で引き際が大事と区切りをつけたそうです。昭和47年の創立で、今も自身が会長を務める北島音楽事務所も近いうちに規模を縮小するとされています。所属するベテラン歌手の原田由里さんや北島さんの娘婿の北山たけしさん、中堅どころの山口ひろみさんと大江豊さんの4人が3月いっぱいで事務所を離れることが決まっています。北島三郎さんは弟子たちから親父と慕われ、事務所は周囲が北島ファミリーと呼ぶほど固い結束を誇ることで有名でした。それでもここ数年はコロナ禍で思うようにコンサート活動が行えず、大きな収入源を失っていたといいます。北島三郎さんもここ何年かはあちこち体調不良を訴えていました。平成28年には手足に痛みが生じる頚椎症性脊髄症の手術を受けたほか、4年前には自宅で転倒して左右の足の指を骨折しています。未だに車椅子生活が続いていることも事務所を縮小させる決断を後押ししたのでしょう。振り返れば、北島三郎さんは出場49回という偉業を達成した平成25年を最後に NHK 紅白歌合戦からの卒業を宣言しました。その頃から本人は引退に向けた準備を始めていたのでしょう。2年後には通算4578回に達し、昭和43年から続く芝居と歌の座長公演にピリオドを打ちました。昨年には名古屋や大阪、福岡でファイナルステージを開催しました。最終公演は思い入れのある東京明治座が会場でした。大劇場での数日に及ぶ公演としては最後のコンサートでしたが、ファンの高齢化も影響したのか、観客席には空席が目立ったといいます。北島三郎さんの終活は衰退が著しい演歌界の現状を象徴しているようにも見えるといいます。いかがだったでしょうか。今回は北島三郎さんの黒い噂から現在の様子まで見てきました。紅白歌合戦からは北島三郎さんだけでなく、森進一さんや五木ひろしさん、
三河健一さん、細川隆さん、八代亜紀さん、小林幸子さんといった大物らが姿を消しています。スターの氷川きよしさんは昨年限りで活動を休止しています。そして氷川きよしさんに続くべき辰巳ゆうとさん、真田ナオキさん、田中あいみさんといった実力派の中堅若手には未だこれというヒット曲がありません。日本レコード大賞で最優秀新人賞などを受けたりしてはいますが、一般的な知名度はまだまだ低いと言わざるを得ないでしょう。ある種北島三郎さんの活躍は日本演歌界のバロメーターになっていたのでしょう。新たな逸材が演歌界に現れることを演歌ファンは期待しているのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。